オリンピックっていうのはね、オリンピック憲章にも定められてますけど、あらゆる差別に反対する、差別は許されないというようなことで、根本原則が決められてるんですよね。でそれを準備するその組織のトップが明らか明確な女性差別発言をしたっていうことが、それはオリンピックっていうのは日本だけではなくて世界に向けたこの大会の準備をしているわけなんで、オリンピック精神にも反してるし、まあ、とんでもない女性差別をその組織のトップっていうのか、オリンピックを迎える日本の組織委員会のトップがやったということで、まあ、それは当然世界から批判が来るのは当然ですよね。この女性差別の問題というのは人権の問題に行き着くと思うんですね。やっぱりどういう性別とか人種とかそういうことも含めて、みんな人間は平等なんだと、平等な人権をみんな持ってる、その人権をやっぱり大切にする、それなくして民主主義社会もありえないと思うんですけど、今の政治家っていうのは持ってないですよね、その人権感覚の乏しさっていうのは。で日本社会全体がやっぱりその人権の問題が希薄で、社会になかなか定着してないという、なかなか生活保護っていうのが基本的な権利だとして定着しない一方で、まあ、生活保護バッシングが横行しているということで、堂々とですね、生活保護、憲法25条の権利を行使できない社会的な状況が あるっていうのは、人権教育の希薄者、人権っていうのはを大切にするっていう、そういう社会がまだ形成されてない日本社会の特徴だと思いますね。でそれは大きく言えば、私は日本の社会が市民革命を経てないっていうことがかなり大きな影響を受けてるんじゃないかと思います。で憲法は基本的人権を尊重しなきゃいけないということが憲法の、原理の一つになってるわけですけど、ただこの憲法というのが市民が立ち上がってですね、市民運動でよって戦い取った憲法じゃないんですね。多くの犠牲はありまして、まあ、日本の、軍隊とか民間人も含めて300万人が犠牲になった、あるいはアジア諸国では2000万人が犠牲になったアジア太平戦争の中で、まあ、日本の敗戦の結果としてですね、受け入れた憲法なんですけど、その、中で重要な原理とされている基本的人権というのを運動の中で戦い取ってきてないんですね。その辺の問題というのが未だにまだ十分克服されてないんじゃないかというふうに思いますね。まあ、女性の参政権も実は戦後なんですね。戦後敗戦の結果、女性の方も参政権が認められたということなんですけど、まあ、デンマークなんかはですね、まあ、1915年ぐらいですかね、国政選挙の参加する権利が、まあ、早くから認められたと、まあ、そういう伝統というのはなかなか日本はなかったということですね。だからこれからもっともっとこういう問題についてはシビアに問題提起をしていく必要があると思いますね。だから今メディアの方でこういう問題を報道しているっていうのは健全な報道だと思います。それから諸外国の方からもですね、厳しい批判が受けているっていうのはもう当たり前のことでですね、当然諸外国ではもう国のリーダートップに女性がたくさん進出していますし、多くの女性が活躍するようなそういう市民社会が形成されてるんですけど、それと比較すればやっぱり日本はまだまだ立ち遅れてると。日本は先進国だと言われてますけど、まあ、女性男女の平等社会ですか、女性の差別のあれでは世界の150何カ国中120位ぐらいですかね。非常にまだ女性差別が残ってる
そういう社会として捉えられてますので、まあ、そういう点についても国際社会の中で日本というのはどういう位置にあるのかということをもう少し私たちも考えていかなきゃいけないですね。本来ならもうさっと辞任すべきですよね。ただ最近の報道だと辞任を森委員長ですか、それを考えたんだけど周りが止めたっていうことですけど、まず森さんの発言に対してちゃんとその場で批判できなかったやっぱりメンバーも非常に問題がありますよね。その上で止めたっていうのもやっぱり仲間内の問題としてしか捉えられてない。オリンピックっていう世界に開かれたそういう大会を準備する機関としてのやっぱり責任っていうのがおよそ考えられてないっていうのが問題じゃないかと思いますよね。一番のオリンピック精神、あらゆる差別をなくしていくという、そういう人権を大切にする、人間の尊厳を大切にしていくということがオリンピック憲章に謳われているのに、それにふさわしくない言動をする人がその組織のトップに座っているということで、これは世界からもう厳しい批判を受けるのは当然のことですよね。でそれに対してちゃんとした対応ができてないという今の組織委員会の在り方自体も非常に問題があるんじゃないですかね。でじゃあ森さんしか務まらないかっていうのはそういうことではないと思いますけどね。それに代わりうる人は本当はたくさんいるんじゃないかと思いますけど、そういうことができないっていうこの日本の社会の体質の、古さとかですね、問題性っていうのが浮き彫りになった問題じゃないかと思いますね。